ホームでの勝利はありません。フィールドで残した石毛、パトリック、山見が動き出しています。その山見へ戻るマテウス、後ろからフォローに行った黒川が取った。黒川右足、黒川の右足、3対0。ホーム今シーズン初勝利、はい、どうですか、ちょっと安心した？安心しましたね。まあ本当にホームで勝ててなかったんで、なんとしてもこの試合は勝ちたいという思いで、1週間みんなで準備してまして、それが一体感にもつながってましたし、まあ勝ててよかったです。まあ今今シーズンは特にこのチームの一体感というのは、はい、我々ちょっと距離がある中で見てても感じますけど、はい、やっぱりそういうものっていうのが出来上がりつつありますか？そうですね、まあ勝ててなくてなかなか苦しい状況ではありましたけど、みんなでこう鼓舞しながら、何としても勝利を届けようっていう雰囲気の中でトレーニングができているかなと思います。ご自身の中ではそろそろ来るんじゃないか、あるんじゃないか、そういうチャンス巡ってくるんじゃないかっていうのは思ってました？はい、そうですね、決定的なチャンスっていうのは他の試合でもありましたし、それを決めきれてないっていうところは正直あったので、まあ、何としてでもっていう思いで、まあ、ただそういうところに絡めているっていうところはあったんで、まあ、どんどんそれを継続してチャンスが来たら決めたいなと思ってました。まあ、どちらに転ぶか分からない、次の1点が勝負を決めるっていうところで、はい、ご自身のゴール、はい、決まった瞬間はやっぱり、はい、この感覚っていう感じだったの？長らく得点してなかったんで、うん、少し忘れていたかなっていうような感覚だったんですけど、そうですね、あんまりちょっと覚えてないですけど。じゃあちょっと、はい、ここでご自身のゴールを、はい、改めてちょっと映像を見ながら解説いただきたいと思います。はい、ここにボールが流れてきたときに、自分が上がれば数的優位を作れるかなと思って、まずここでスピードを上げるってことを意識しました。そしたらここで自分のとこにうまくこぼれてきてくれたんで、そのタイミングでパッと前見たときに1対1の状況になってるなと思ったんで、ここは持ち掛けに行くっていうところでドリブル開始しました。でこれ山見が外を回ってくれたっていうのはなんとなく感じてたんで、ただこう回ってきたところで自分も縦に行ってしまうと動きが被ってしまうなと思って、でちらっとこう中のスペースを見たときにカバーリングがいなかったんで、ここは思い切って中に入っていこうっていう、ドリブル持ち運んだらうまくこうシュートコースが見えたんで、あとは思い切って右足を振ったらこのゴールにつながりました。はい、イメージ通りの軌道でしたか？そうですね、うまくいきすぎたぐらいイメージ通りにいきました。はい、はい、ようやく一つこうホームで結果が出ました。はい、どうでしょう、決して悪い戦いしてない中で結果がついてきていなかっただけに、月が変わって4月いいスタート切れました。ここからどうでしょう、チームとして上がっていけそうですか？はい、はい、もちろんここから上がっていかないといけないですし、まあ、まだホームで1試合勝てたっていうところもちろん嬉しいですけど、まあ、それにまだ1試合だっていうところで、これから連戦も続きますし、まあ、どんどん勝っていってファンサポーターと一緒に喜べる試合を増やしていけたらなと思います。楽しみにしています。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。